おはようございます。おはようございます。今日は行きます。沖縄タウンマルシェに行きたいなと思います。今日はね、友達がね、お店を出しているので、それをやってる姿を応援しに行きたいなと思います。来ました。楽しみに行きましょう。お願いします。すごいね、子供とかあるから、まあそうやって大田橋、今日、昨日今日しかやってないっていうのはもったいないぐらいの感じだね。これですね、沖縄タウン。沖縄タワー、タウンか。なるほど。杉並の小さなんだけど、へぇー、すごいですね。こんなのあるんだ。あ、すごいね、もともと本当に作りが沖縄ですね。なんか奥の方って言ってたよね。なるほど、すごいいっぱいお店ありますね。すごいですね。沖縄行けなかったしね。お、これ有名じゃないですか。有名ですよね。ブルーシールで沖縄沖縄ですよね。おお。多分住んでる人はあれなんだろうな。沖縄そば食べたことありますか。あるある。早期そばってやつ。はいはい、あるある。美味しいよね。美味しいですね。今日ね、ご飯屋さんもあるんだね。鳥島の蓮、まあそうですね。あ、すごい、コーヒーいいな。印刷してんの？それとも印刷です。印刷してんのか。はい。あ、これ見た見た見た、これ、これ見た。これ見た。ありがとうございます。ちゃんと見てるよ。ありがとうございます。すごい、かわいい。かわいいよ。あ、出た、これ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 ね。これこれこれ、いいですね。すごいうまい。私もお気に入りなんですね。かわいい。これいいよね。あ、クモも好きですけどね。あ、ありがとうございます。クモね、いいよ。すごい、クモ、うん、そうだね。やろうよ、やろうよ。書きますか。すればいいですか。書こうよ。あ、絵描いてください。欲しいですよ、すごくすごく。アクリル画です。アクリル画ですね。おー、そうそう、アクリルなんだ。そうなんです。キャンパスに描いてやりましょうよ。いや、待ってから。あー、待ってたら折れちゃう。何やってんだ。はい、500円なんです。あ、はい、はい、500円もらった。ゆうやさん、結構絵は描かれるんですか。絵は描かないですね。でも好きです。好き、描くのも見るのも、うん、見てるのも好きですね。結構絵描くのいいですよね。楽しいよね。あの、なんだろうね、振り返りしてるみたいな感じ。リフレッシュすごいできますね。リフレッシュする感じ。マインドフルネスに近いかも。ですよね、うん、結構集中するよね、自分にね。しますね。まず書いたことないもん、このこの盤に。僕もないですね。すごい、初体験。初体験です、はい。アクリルは水彩と比べてすぐに乾いちゃうので、これを塗って広がりを良くしたりとか、あんまり乾かなくしたりします。で、これキャブズじゃなくてパレットです。あ、これがパレット。そうそう、オッケーオッケー。ここで色を選んでもらって、あ、この色作ってくれるってこと。あ、そうそうそう、で、描いてもらうという形にしてます。何それ、めちゃめちゃ楽しいじゃん。すごい楽しいですね。選んでくだ
重ね塗りができるんですか？あ、できますよ。あ、できるんですね。はい、うわー、楽しい。あの最近ね、色とかもね、色気がつかなくなってきてる。結構ありますね、色。え、これ作れんの？作れます、作れます。すごっ。本当に、いやー、楽しみですね。なんだっけ、こういうの、なんて言うんだっけ、色相感的な。あ、そうですね。こういう検定あるよね。ありますね。そう、うわー、見えねえな。こんな色がいい、こんな色、こんな色、これ。あ、わかりました。作れる？作れます。ありがとう。こんな感じ。いっぱい使えますか？ちょっと使いたいってだけです。使ってみたい。使ってみたい。いいですね。これをみんなで。はい。うわ、楽しいな。それぐらいから入る。これ長尺になっちゃうよ。でもなかなかないですからね、描く機会なんて。混ぜればいいんですか？はい、混ぜていいです。おお、わ、楽しい。いや、いいっすよね。帰っていいですか？あ、はい、帰ってみます。わ、楽しい。あ、いいね。あの、ちなみに何描くか全然決まってないけど、あのフィーリングでいきます。うん、はい、あのちょっと思いついたらやるんで、なんか。昨日とかはどういう絵を描かれてた方が多いんですか？そのお子さんが多かったので。すごいですね、子供は。はい、なんか3歳とか、なんか3歳、小さい子は本当に色で遊ぶみたいな感じで、何を描くって決まれなくて色で楽しんでたりとか。あとはあの小学生、中学年くらいだと結構星を、なんか宇宙を描いたりとか、なんかすごい綺麗な宇宙。はい、なるほど。混ざった感じ。そしたらお兄ちゃん、子供が多いのいいですね。はい、嬉しいですよね。でも面白いね。10時から16時まで。はい、16時まで。なんか今後もやってほしいね、こういうの。普通にワークショップで。ああ、でも一回やってみたからちょっとね、なんか勝手がね、こう分かると。ちなみに何を書く予定なんですか？内緒。内緒。お楽しみなんですね。お楽しみです。分かりました。なるほど。開けること。はい。おはようございます。おはようございます。よく確認したいんだよ。なんかほら。なんか馴染まないとさ、ちょっと違う、地味に違う。そうなんですよ、なんか馴染みってあるんで、やっぱ色も馴染む色がいいなと思って。光って赤と青と緑しか見れないって知ってますか？私たちそれしか認識してないって知ってますか？光の色。そう。へー、僕らはフィルターに赤と青と緑しか持ってないのに、他の色の違いを見れるんですよ。なるほど。虫とかは紫外線とか見えるんで、全部紫がかってちょっと見えるんですよね。猫とかも
猫から見てる世界って白黒しかないみたいな。でもそういう、ね、どっちと僕猫の知識ないんでわかんないですけど、ね、人間と同じように色が見えてるかっていうとそうでもないし、そうでもないみたいですね。逆に人間が見えてる色が一番見えてるかっていうと全然そんなことない。可視光線の中のものしか見えないから人は。めっちゃ選びますね。これがいい。はい、それですね。ここの出店に至った経緯をちょっと教えてもらえたらなと思います。はい、今大学3年生なんですけど、はい、2年生の夏に あるイベントに参加して、うんうん、自分の偏愛マップを作るっていうイベントなんですけど、そこで知り合った人が同じ大学の人 でその人がアクセサリーを作ってて、ここでも販売してるんですけど、その人がここのマルシェの企画に入ってて、いろいろな経緯があって、まあ、誘われたという。誘われて一緒にお店出さないみたいな。あ、そうですそうです。あとは自分が3年生なので一回こういうのを趣味の範囲でやってみたかったっていうのがあります。そうですよね、めちゃめちゃいい経験だと思います。あ、そうですよね、うん、実際に、うん、昨日、今日と、まあ、今日まだ始まったばかりですけど、はい、やってみてどうですか？意外と昨日子供たちがたくさん来てくれて、なんだろう、私はこういう絵が描きたいっていう想像からまず絵を描くんですけど、なんかそうじゃなくて本当にこの色が欲しいとかでこう思い切り描くみたいなのがなんかすごく素敵で、こう年齢によってなんかこう描く絵が違うとか、なんかなんだろうな、そういう芸術と、なんだろう、まあ、教育っていうか、なんだろう、やっぱりこういうキャンバスに思い切り描くのは多分学校ではハリキャンバスにはやらないと思うので、なんかそういうところを見れたのがすごい自分は良かったなと思います。新しい発見ですね。あ、そうなんですよありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、完成。ちょっと説明お願いします。説明感じてくださいちょっと金魚みたいな、海に金魚いないじゃないですか。はいはい、いないんだけど、ちょっとこうドレスを着た金魚だったら、はい、海に出ていけるよみたいな。なるほど。っていうちょっと夢を込めました。シンデレラ金魚ですね。はい、いいですね。すごいいいと思います。こうして、はい、空白を作れば、うん、私も写真撮ってみます。お、全然全然。いいです、これで大丈夫です。ちょっとまだ筆の技術がなくて描きたいものは想像してるんですけど、いいね。皆さん感想をお願いします。いや、楽しいですね。いや、これ本当絵ってマインドフルネスと変わんないんで、もう集中すれば集中するほどいいんですよ。なんか目的があるとちょっとデザインみたいになっちゃって、でアートはね別に下手でも関係ないんで、自分と向き合えればいいと思うんで。これハマっちゃいますね。いや、ハマりますよ。やっぱり時間忘れちゃうんで。忘れちゃうから、温泉行った時とかね、
こうちょっと一人でぼーっとして絵描いて、でちょっと凝り固まってきてもう一回リラックスしてみたいな、したらもう人生楽しいですよ、それだけです。悩んでるのね、バカバカしいのね、とかね。いやいいね、子供ちっちゃいうちからこれできるのは、ね、いいよね。大人になってもできるっていうのがいいですね。そうだね、子供小中学校だとやっぱ授業であるんで、うん、触れる機会がありますけど、大人になるとやっぱり自分からやらないとできないですかね、うん、一生懸命遊べるものを探さないとね、なかなかこう自分の趣味にまでたどり着けないから、趣味作るためにもとりあえずやってみるというかね、いろいろ触れてみるといいし、遊びだったらね怒られることないはずだから、こんなことしちゃダメって、自由にやってみたらいいと思います。皆さんもぜひ絵を描くという、かなちゃんと埼玉とか東京とかでワークショップとか希望あれば開こう、開いて、そうです、ね、こういうワークショップやって、ちょっと絵に触れる機会をみんなに作って、マインドフルネス会ですね。そうですね、で、まあ、イベントも、絵を描くイベントとかもいいですよね、うん、楽しいと思う。